こんにちは、ピカチュウ長井です。今日は大鏡の中でも特に有名な大宿梅、ウグイスの宿というお話について、そのストーリーを1分間で説明してみようと思います。よろしくお願いします。珍しく夏山の茂樹さんが主人公のお話です。村上天皇に仕えていた茂樹さんは、天皇から梅の木が枯れちゃったんでどっかから探してこいと命令されます。で、方々探した結果、西の京にいい感じのやつを発見しました。なのでそこからこう掘り返して持っていこうとしたところ、その家の主から木にこれを結びつけて持ってまいれと、まあこの紙を結びつけて持って帰れと言われました。でこうその通りにしたところ、当然村上天皇もそれ見て気になるんで読んでみると、直なればいとも賢しウグイスの宿はととはばいかが答えむという歌が書いてありました。でこう不思議に思った天皇が、誰の家だったんだってこう調べさせたら、これは実は紀貫之の娘の家でした。でこうこれのこの歌のね、風情に比べて自分はなんて不風流なことをしてしまったんだ、残念なことをしてしまったと後悔し、茂樹さんも根性の俗語をこれやはべりけむ、一生の恥辱というのはまさにこれのことではないでしょうかと後悔したというお話です。この大宿梅というのは非常に有名なお話で、大鏡以外にもいろんな本に載っていて、まあ出典がどれかってよく分かっていないんで、まあ、おそらくこれはこうまた作り話じゃないかなんていうふうにも言われたりはしています。以上、大宿梅のお話でした。ありがとうございました。ピカチュウ長井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して